もうずっとこういう状況が続くかもしらんけん、自分のスキルと個人個人で高めていく期間やけんが、また、はい、よし。およそ3週間の活動自粛の後、先月26日に再始動した長崎北洋大高校ラグビー部。新型コロナウイルス対策として部室の換気や手洗い、体温の測定などをしています。36度3です。いい感じですね。はい。北洋大ラグビー部は自粛期間中体重を増やしパワーアップして部活を再開しました。ウェイトトレーニングや食事の量を増やして体重アップを図った自粛期間の3週間、全国の強豪に対しても当たり負けしない体作りをしてきました。体重何キロ増えましたか？よう言ったよね。6.4キロです。結構食べました？はい。何食べました？ご飯と野菜とかをいっぱい食べました。わかりました。ありがとうございます。その休み期間中に品川先生に何キロ太れっていう目標を出されてて、結構みんなそこをクリアしてやってたので、まあ、あとは体力をどこまで戻して体重を落とさずにやるかがこれからだと思う、これが勝負だと思います。北洋大ラグビー部は出場権を得ていた先月の全国高校選抜大会の中止に加え、3年生10人が務めることが決まっていた東京2020オリンピックの聖火リレーも中止に。新型コロナウイルスの影響を大きく受けました。もう来年は自分たち北洋大生じゃないんで、それはもう分かんないですね。どうなるか、 できればやりたいですけど。去年夏には7人制の全国大会で3位に入った北洋大、しかし今年はその7人制の予選となる県大会も予定されていた今月から来月以降への延期が決まりました。モチベーションの維持が難しい状態が続いています。ラグビーがなかなかできてないっていうところで、ラグビーに飢えて練習始まったらみんなでこう楽しくできるっていう雰囲気はまあちょっとありましたけど、やっぱりゲームがね一番こう成長できる機会なので、まあ、早く苦しい時期が終わってくれればいいかなと思いますけど、はい、最終的な目標は年末に開幕する全国高校ラグビー大会、あの花園での活躍です。他のチームもやっぱり機会が少なくなってるってのは一緒なんで、そこの全国ベスト4っていうのは変わらずに、これからもどんどん練習に励んでいきたいと思います。